こんにちは、スポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーラブリー。どうですか、すごい忙しくそしてわざとらしく入ってきましたけど走ってきたんですよ。あ、走ってきたの。はい、改めまして皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。はい、ヤッホーカレンです。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、走ってきたって。わざとらしいな。いや本当にね、でも朝走ってきまして、あ、このね撮影前本当に走ってたんですね。はい、走ってきて、ミュージックエイドランの感想書の特典でもある、あのフィール&フーズのスムージーをね、飲みに朝ランに行ってたんですね。行ってきました。リアルに今朝の9時半ぐらいなんですけどオープンに駆けつけてそうなんですよ、5分前にね、ちょっと待って。先週の日曜日にね、開催されましたミュージックエイドラン、ご参加の方々、特典使ってないという方いらっしゃったら、そう、あの3月14日まで、スムージーはね、3月14日までなので、皆さんチェックしておいてください。使ってくださいね。はい、そしてね、週末といえば3月14日、はい、はい、ホワイトデーですかね。いや、名古屋ウィメンズマラソンですね。名古屋ウィメンズマラソン、で今回ね、みゃこちゃんがここにいないのも、実は彼女はペーサーとしてね、そうだ、起用されてるんです。3時間半のペーサーをやるって言ってたかな。そうですね、多分ペーサーの中では一番早いとこだったかな。ちょっとみゃこちゃんの頑張りも画面越しに見ております。画面越しテレビをねあ、テレビそうそうそういうこと。いやでも本当に、ね、改めて名古屋ウィメンズね、開催されるっていうことになって、はい、それもなんか前進しますよね、あのリアルとオンライン掛け合わせてね、はい、いやすごい楽しみです。名古屋シティに出られるという方もね。あ、そうですよね、そっかそっか、シティマラソンもありますもんね。これ名古屋で見てるよっていう方もいるわけですから。あ、そっか、そうです、そういうのもあるね、週末でも楽しみにしてください。ただその前日とか前々日にエントリーじゃないや、エキスポあるじゃないですか。ありますね。あれね、それもあるのか。そうなので、ただ私たちエントリーしてない人たちって基本行けないじゃないですか。そうですね、まあ、現地にも行けないし、はい、ただ今回はなんとライブ配信がされるということで。いや、これも時代ですねそうですね。そうなんだ、じゃあライブ配信で見られるんだ。なのでこう今のね、限定のアパレルだったりとか、そういったものも見られる。ライブショッピングってことですね。ショッピング、これちょっと実際に見られて、うん、まあ、見ながら、そっか、だからウェブで購入するってことか。ショッピングだから、そういうことか。買えます。いや、行かずとも。そうなんですよね。まあ、だからそっか、分かった。今回はオンラインで参加の方もいるから、うん、あ、そっかそっか、そうですよね。それがだからオンラインで参加、オンラインで買い物もできるっていう、両方ともめっちゃいいじゃないですか。時代ですね時代ですね。これでも本当にオンラインとリアルってこう、ね、並行していきそうですね。そうですね、まだ慣れてきそうですね、今後ね、そういう風にね。名古屋ウィメンズやっぱさすがですね。去年いち早くオンラインマラソンやりだしましたけど。あ、そうか、もうあれ、そうか、1年前ですよ。だ、そこから1年のリアルでやるっていうのがまたね、はい、素晴らしい名古屋ウィメンズということで、はい、でそんな中、この、まあ、女性のね、ランを押していってるわけなんですが、はい、プッシュプッシュとね、あの来年でいいのか、2022年の名古屋ウィメンズと、はい、渋谷表参道ウィメンズランのエントリー込みの出走権が当たるかもしれないゴーウィメンキャンペーンというのがニューバランスから。え、なんと、ちょっと待って、このキャンペーン、ニューバランスさんすごいですね。そうですよね。まあまあ協賛してるしるっていうのもあるし、なんかニューバランスさん自体がやっぱここ数年女性の、ね、ランニングをすごいサポートしてる、ね、応援してるっていう華やかなカラーのものも出てますよね。印象ありましたけど、何、まだ開催してないのに、さらにその私の来年2022年の出走権が当たるの。そう、しかもエントリー費込みなので、やべえ、これやべえっすよね。なんていうか、これやばいです、まあ、今回で今年はね、なかなか出られないとか予想がつかないっていう中でも、2022年、来年のが当たる。でこれ出走権あればもうね、頑張りたいって思いますね。思います。目標にもなりますしね。ただこのキャンペーンは、あの、キャンペーン対象店舗で、はい、フュエルセル の, あの、ね、シューズのシリーズと、はい、初のやつですよ、はい、ランウェア1点以上を購入した方、このセットで、ね、購入するとエントリーすることができます。うう、ね、シューズ&ウェアのセットで、まあ、ランニングの支度を整えてから応募すると当たるかもしれない。2022年の楽しい。ちなみにこれ羨ましい今ね、女性限定ですからね、ちょっと羨ましいかもしれない。男性もやってこないかしら、これなんかでも想像しがたいな。ただこれ、ね、そう、4月11日までです、エントリーが、キャンペーンが。そうなんです、だから短いね。そう、だからこの明日 の,、はい、あのエキスポのアパレルをちょっと見つつ、ショップでね、買ってエントリーするっていうのが、ちょっと私の中ではおすすめかなと。ちょっと週末は女性陣は本当名古屋ウィメンズから目が離せない、ニューバランスウィークって感じしますね。ただここでまた、うん、オークリーから、オークリー、はい、サングラスですね。サングラスでね、有名な、こう有名なオークリーから、はい、ウィメンズの
トレーニングアパレルが出ました。ウィメンズすごい、ちょっと待って、すごくない？いやマジで今日俺じゃなくてみやこちゃんじゃん、ここ。いやなんとから間違うね、ちょっとね、みやこちゃんがね、名前言ってるんで今日ここなんですけど。そうそうそう、あ、すごいですね。そうなんですよ。結構今までこうガツッとなかったものが新たに登場するっていうことですね、うんうん、そうですね。女性向けに例えば紫外線対策で UPF15-50 の生地を使っていたりだとか、50って言ったら相当ちゃんとね、しっかりしてますね。あとはリフレクション夜でも、リフレクター夜でも安全なのがついていたりと、女性が嬉しい商品が3月からもうか始まってますね、順次発売開始ということで。すごいですね、今デザインね、トンと出てると思うんですけど、はい、これかっこいいですね。かっこいいんですよ。なんかやっぱりオークリーっていう感じがします、うん、確かに。そしておしゃれな雰囲気もあり、なんか街でも普通に着れそうな、ね、そうですよね。ちょっとこの辺だと渋谷店がすぐ近くにあるので、この後覗きに行こうかなと。そうですね、それこそ EC でもね、見られる。そうですよね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。男性からすると、うん、まあ、結構いろんなアパレル出てて、僕もそのパンツとかジャケットとか、はい、まあ、T シャツとか使ったことあるんですけど、うんうんうん、やっぱね、機能性はもちろんですけど、やっぱデザインもね、ロゴもやっぱシンプルだし、うん、すごい使いやすいと思うので、普段とトレーニングと兼用して、ね、そうそう、普段使うのがいいかもしれないですね。なんかさ、ウィメンズ3月8日が国際女性デーだった、はい、そうなんですよ、今週ね、うん、まあ、そういうところもあってかというか、うんうん、すごい女性ムードな盛り上がりがあって、ね、いいですね、うんうん、あ、いいですよね、やっぱり、うん、すごいなんか羨ましいですね。桜の咲く季節になんかこう春ランマンな感じで。そうですね。逆に何、まあ、まあ、はい、LGBTQ とか、まあ、そういうのがあるから、うんうん、別にそういうなんか男女の晴れとかじゃないけども、はいはい、男性って特にないっていうかね。あ、なんか、まあ、そっか、言われてみればそうかも。ちょっと逆に嫉妬します、ね、いや、羨ましいな。みんな仲良しでいきましょうよ ね, ね、みんな仲良しで。そう、あの、まあ、今アパレルの話ありましたけど、はい、ラトリップからもアパレルが、うん、はい、登場いたします。それはですね、はい、あの、この僕が着てるカモフラの T シャツ、うん、新しいバージョンが登場します、はい、これ大人気 の, あのイートドリンクスピープランのカモフラ、前回だってめちゃくちゃ早く、そう、黒のやつは数量限定で販売しちゃったやつのこちら、はい、このカラーでね、お届けしていくということで、はい、ちょっとね、あのカモフラのカラーもちょっと明るくなって、うん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 、より一層春らしい、いやー、いいですね、うん、春夏で着ていけるような雰囲気のもの、はい、まあこれで本当素材も普段着れるし、うん、ランニングでもバッチリすぐ乾きが早い、すぐ乾く、本当に愛用しちゃいますね、すぐ乾く、洗濯してもすぐ乾くし、めちゃめちゃいいですよね、大好き。そう、これもね、また数量限定で、お、数量限定、はい、5500円税込みということで、3月12日、今日の発売だった、今日か、はい、ということなので、皆さんね、ぜひね、うん、この見た日が 何日でやろうか、ぜひチェックお願いいたします。はい、これはね、もう本当、あの、ユニセックスでサイズ展開ありますので、ありますので、ぜひチェックお願いいたします。はい、お願いします。そうなんですね、はい、ということで、はい、目白押しでお届けしてください。どうも、今週も行きましょうか。やりますか。はい、行きますよ。今週も行きます。今週の私の愛する○○ティヤティヤ、今日は何でしょうか。はい、明日がですね、うん、まあ、ちなみに今日撮影日が3月12日、はい、明日が3月13日、うん、何の日だと思いますか。サイサー、サイサーみたいな、あんたサイサーみたいな、何ですか、ちょっとよくわかんない、気合を入れてみた、気合の日、気合の日、はい、いや、いいですね、毎日気合を入れたい、うん、そういう意味だと、うんうん、違うんですよ、うんうん、はい、明日はですね、はい、あの313ということで、うん、サンドイッチのね、3で1を挟む、なるほどね、サンドイッチの日、うん、ということで、はいはい、今日はそのサンドイッチの日に、まあ、うん、あの、関連をしてというか、はい、食に関する本、愛する食に関する本、読んでる本が、はい、持ってきましたよ、持ってきましたね、持ってきてないけど、持ってない、考えてきました、あ、考えてきたんですね、なるほどなるほど。ちなみにちょっと紹介していただいてもいいですか。はい、私の愛する食本、はい、食ブックは、はい、ゆる薬膳365日っていう、まあ、薬膳の本なんですけど、1ページじゃないな、半ページぐらいか、うん、もう毎日何を食べたらいいかみたいなのが一冊の本に入ってる。例えば今日3月12日、あ、こういう持ってきたらよかった、3月12日はこういったものを取ったらいいとか、あと四季によって体に合うもの合わないものとかもあるので、そう、例えば肺がね、肺が弱いなって感じ、そうじゃない肺が弱いなって思った方は白い食べ物を食べた方がいいだとか、まあ、そういった、まあ、1日 1, 2の, 1
1日のことに加えて全体的な薬膳のお話がその一冊でまとまっているのでね、面白いですね。愛用愛読しております。365日になってるから、うん、結構メソッド具体的っぽいですね。そうですね、その季節に合わせてとか、はい、その月によってもだいぶ違うのでね、ちょっと興味あります。すごい参考に、ちょっと今度貸しますね。じゃあゆるっていうのがね、ゆるっと、ゆる薬膳っていうのがガチ薬膳ちょっといいですってなっちゃうかもしれないけどそう、ゆるっと始められる食改善でございます。そして、たくみさんは、はい、見えてますよ。ここですね、こちらでございます。ちょっとね、ポストイットとかも貼っちゃってるんですけどね、食べる投資ですね、はい、ハーバードが教える世界最高の食事術、これもう読んでる方も結構いらっしゃるかもしれないですけど、ね、はい、これは、うんうん、これあれですね、ハーバードでアンチエイジングとかの勉強をされた、うん、医学博士の三尾忠さんという方が書いている本なんですけど、はい、まあ、食べる投資、どんなものを食べることで人生 その健康状態が投資になるのか、うんうんうん、逆に食べない方がいい、食べない投資っていうのもあるよっていう、はいはいはい、それが、ね、非常に具体的にすごいですよ。これはいい、これはやめときなさいあとね、レシピね、うん、野菜は1日4食以上食べたとか、まあ、具体的な、ね、メソッドが、あとレシピも載ったりしているので、うん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 、はい、これによってですね、私は結構この1年コロナ禍により食生活が意識するものが変わりました。あ、素晴らしいですね。そうなんです、ぜひ、ね、手に取ってみてください。 T シャツにも、ね、あるようにイートドリンク大事ですからね。イートドリンク大事ですね。寝て走って、そうなんです、いやもうね、大事な4項目でございますから、はい、はい、もう走ってるのは常にやってるからね、やっぱりイートドリンク、これ、うん、皆さんね、しっかりね、整えていきたいですよね。意識してみてください、はい、ということで春、ね、女性の、ね、ニュースもお届けしてまいりました。週末楽しみ、はい、週末はね、はい、ぜひね、いろんな情報を名古屋ウィメンズも含めてチェックしてみてください、はい、ということで今回の動画面白いと思った方、そしてぜひ高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。